マ紹介をしたいと思います。このユニットはですね、9期生の皆様ご存知、ゼミタ先輩と起用して、ベースが10期生の井ノ口先輩です。そしてボーカルは、13期生の、腹ペコこと腹ペコちゃん、ありがとうございます。ペコちゃんで結構です。務めさせていただきます。よろしくお願いします。この年になって思ったのは、ボーカルはできへんし、ギターは弾かれへんし、もう自己嫌悪に陥って、ほんまにね。大丈夫かわいいから、まあ、皆さん、耐えて聞いてください。よろしくお願いします。ではですかね、はい、1曲目は、中島みゆきさんの年金です。誰も気にしないで、泣いてなんかいるのじゃない、悲しそうに言えるのは、街に流れる歌のせいよ。しすぎて慰めすぎて、余計なこと思い出す。誰かあの歌を何かやめさせて、いつか
ね。よろしいですか。ありがとうございます。私たちの代の時の部長の富川さんです。やっぱりね、人生の厚みですかね。ちょっと
ょっと、前半の時に、言いましたけれども、中学高校とずっと私の相方であった小杉奈ちゃんという相方だったんですけれども、彼女が、十数年前に天国に召されてしまいました。今はだから私は相方がいないのですけれども、こうやって、皆さんに誘っていただけて一緒に音楽ができる喜びを今かみしめています、天国にいる美奈ちゃんにこの曲が届きますように、アメージング・グレイスをアカペラでやらせていただきます。アメージング・グレイス How sweet the sound that savedで、やっぱ早いとわからないんですね。
ね、どうすんねん言ったら、こんな大きい、あれ、なんでした、カセットの大きいやつですけど、じゃあ、もっと大きいやつ、オープンリーブ、あれで録音して倍速、半分にするんですね。ほんならちょうどね、この音が、この音がこの音になったらっていう、低い音になって、で、それを一生懸命聞きながら、あーじゃあ、こうじゃあ、言いながら。でも、実際、後ほど聞いてみたら、やっぱりちょっと違うんですね。まあ、私の言葉は、ちょっとやっぱ違うのがあるんでね、ビデオなんかあるから、それ見たら大体どう弾いてはるか分かるんですけど、まあ、私なりの音楽は出て、勘弁してもらうと、まあ、どうせ大変だし、まあ、みんな、ちょっと耳を塞いで聞いてみた方がいいかもしれないなということで、ということで、ちょっとすっごい声、何回かミスタッチを一回ちょっとやってみます。よろしくお願いします。
いい